5年の女子は保健体育ですか。議題はあのことについて。ええ、担当の先生は朝からバタバタしてるわ。準備も必要だしね。でも今の子たちってそのあれが来るの早いですよね。うちのクラスでも一人いるし、もう少し早く教えてもいいかなって思うんですけど。分かってないわね、法院先生。全く知識がないところを下手に煽るのは問題よ。全く知識がない？そう、余計な知識がついたせいで変に興味が湧いたり、いじめにつながることだってあるでしょ。そうかな。今の子たちって結構混ぜてるし、全く知識がないなんてことないよな。こっそり付き合ってる子たちもいるみたいですよ。付き合ってるって、一緒に勉強するとか、校歌を歌いながら一緒に帰るとか、その程度のものでしょ。校歌はあんまり歌わないと思いますけど。法院先生、はい、あなた教育者としての目線を忘れてるんじゃないの。いくら混ぜてるとはいえ、子供は子供、それ以上にも以下にも見るのは危険です。でも私たちが子供の頃だって、ほら、混ぜてる子は校庭の裏で誰と誰がチューしたとかありませんでした？それで盛り上がっちゃったりして。そんなことありません。白井先生、小学生は青っ鼻が基本。キスなんてしたら鼻水がついて不潔、縁がちょです。え、今時青っ鼻垂れてる子の方が珍しいと思いますけど。うるさい。とにかく3年生に行き過ぎた性教育は必要ありません。白井先生、ちょっと考えが甘すぎじゃないかしら。しかも青っぱらなんて、いつも昔の子供と今の子供を一緒だと思ったら大間違いですなんて言ってるのに。やだ、もうミミちゃんたら。違うの？あそこにいるのは青木先生のクラスのココナエたち。赤ちゃんっていうのはコウノトリさんが運んでくるんじゃないの？え？赤ちゃんがコウノトリに？そんなはずないじゃん、ミミちゃん。そうよね。やっぱり今の子だもん。それぐらいは知って。赤ちゃんはキャベツ畑で生まれるんだよ。え？そうそう。キャベツ畑で。ちょっと3年生の知識ってこんな程度なの？いつも混ぜてるからもっとすごいことまで知ってるかと。ああ、京子、あなたは今まで子供たちの何を見てきたの？青木先生のことあれこれ言ってられない。教育者としてまだまだ未熟。もっぺん一から勉強し直そう。でもさ、いちいちキャベツ畑まで行って種付けすんのも大変だよね。冬とか寒いじゃん。種付け？そうそう、要は青だもんね。青？やっぱキャベツでしたりすんのかな。それだったらキュウリとかナスの方がじゃない？